ダーに強引に逆らうとは無茶な真似を。人間なら即死は免れんぞ。ディアンヌも散々な目にあったな。今なら俺でも倒せるな。アグラミ。それを言うならマーリンだって。君の正体がこんな可愛い女の子とは夢にも思わなかった。まったく、ざまあない。とにかくまずこの封じられた魔力を元に戻さんとな。もう戻っちゃうんですか？エスカノール、どうした？おい、まだお体の具合が。健やかなれ。すみません。ゴーセル、きっと良くなるからね。さて、呪言の玉が見つかって元に戻れたのはいいものの、これからどうする？さっきも話した通り、チャンドラは桁違いの化け物だよ。まさか本物の夜を連れてくる化け物とはな。チャンドラ相手ではエスカノールも戦えまい。とにかく急いでチャンドラへの対策を立てよう。でもその前に団長とエリザベスをどこかへ避難させるのは。うん、奴がオイラたちに追いつくのにまだ時間がかかるはず。お帰りなさいませ、メリオダス坊ちゃん。最悪のタイミングで目覚めおって。あの姿は実界統率者メリオダス。違う、てめえは7つの大罪ドラゴン神メリオダスだ。バン、何もかも覚えてるさ。お前たちは俺の大切な仲間だった。仲間だった？違う、この感じはまるであの時の。エリザベスを必ず救える方法だったら、みんなで力を合わせて。悪いが、もう俺たちに関わるな。お前たちを殺したくはねえ。オイラたちを殺す？団長、何言ってんだ。本気じゃないよね。エリザベスを必ず救える方法とは何だ？メリオダス、あなた、まさか。この俺自身が魔人王になることだ。この寝ぼけてんじゃねえぞ。何が魔人王になるだ。いいか、てめえは最強の騎士だ。7つの大罪の団長で、最悪に飯のまずい豚の帽子亭の店
俺がずっと気づいていないと思っていたか。俺たちが苦しむ様を盗み見てさぞ楽しかっただろう、魔人を。師匠、ゴーセルにも伝えてくれ。お前らとの日々は悪くなかったぜ。メリオダス、やめて。私のためにバカな選択をしてはダメ。行くぞ、チャンドラ。喜んで、ポッチャ。七つの大罪は今日限りで解散する。